LMS7 回形蒸気機関車は、イギリスのロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道が導入した蒸気機関車の一形式である。車軸配置0から8から0の機関車で、1929年からイギリス国鉄発足後の1932年までに175両が製造された。ミッドランド鉄道は、0から6から0より大きな機関車を所有したことはなかった。 本形式は、ミッドランド鉄道が独自に建造したものではないにも、かかわらず、唯一の大型機関車であるという点で珍しかった。本形式はいずれも、車軸配置0から8から0の、ロンドンノースウェスタン鉄道の LNWRG2K 蒸気機関車及び、LNWRG2A 型蒸気機関車のミッドランド鉄道版である。 以前の LNWR の分類法では G3 型に分類されていた。本形式は当時人気が高まっていた自動車にちなんでベビーオースチンまたはオースチン7としても知られた。1950年の典型的な貨物列車4 9 5 6十号機関車前の形式よりボイラー圧力を増やしベルペア過質を新たに装備したにもかかわらず出力は 区分7回相当のままだった。不運なことに設計はミッドランド鉄道ダービー工場で行われ、技師たちはミッドランド鉄道のやり方を使うと言って譲らなかった。この事情は特に時空家が運ぶべき貨物の量に対して小さすぎることを意味した。アーネスト・スチュワート・コックスは1957年に レールウェイイラストレーテッドに連載した記事の中で本形式が長く安定した運用には十分に近代的で効果的なフロントエンドを有し LMS8 回形蒸気機関車よりも好む機関士がいたと記している。しかし、この軸受けは LMS4 回形蒸気機関車と同等のものですでにより出力の劣る機関車にとっても不十分であり短時間でバラバラになることも意味していた。 1876年、ミッドランド鉄道とロンドンサウスウェスタン鉄道が力を合わせて財政的に苦しんでいるサマセットドーセット鉄道を救出した。ラインを運用するための取り決めの下で MR は機関車と車両の責任を引き受けた。サマセットドーセット合同鉄道は標準の MR タイプのエンジンの在庫を取得したが、 急勾配のバスボーンマス線を運用するには、より強力なものが必要であることが分かった。MR は、その存在を通じて0から6から0エンジンにより、大きいものを所有したことはなかった。1907年に0から8から0の2つの計画が提案されたが、重すぎたが、ミッドランド鉄道の小型機関車主義に対する特別な例外が必要であることは、明らかだった。 ファウラーはダービーの製図工であるジェームズ・クレイトンに本形式を設計権を与え、彼は当時のダービーが設計した他の機関車とは異なるものを製造した。本形式の6両は1914年にダービーで製造された。機関車は当初一部の転車台には大きすぎたため、半分の時間を逆方向に移動することが想定されていた。 その結果、機関車の両側にタブレット交換装置が取り付けられた。さらに、最初の6つには、キャブテンダーが装備されていたが、これらは後に1920年頃に外された。1925年に、ダーリントンのロバート・スチーブンソンカンパニーによって、さらに5両の機関車が製造され、より大きな直径のボイラーと、左ハンドルが装備された。 53,806から53,808は1953から1955年まで大型ボイラーを保持していたが、後にすべて小型ボイラーが取り付けられた。1930年に LMS の在庫に入ると、最初は9,670から9,680の番号が付けられていたが、 1932年に13,800から13,810の番号が付け直された。BR の所有権の下で53,800から53,810になった。彼らは生涯を SDJR ライン上の貨物輸送に費やした。1918年の数ヶ月間、85番がミッドランド鉄道に対応され、 ウェリングボローとブレントの間の石炭列車でテストされた。これはミッドランドがこれらの機関車のいくつかを自分たちで構築することを目的としていたが何もなかった。これはおそらく丘を登るために設計されているにもかかわらずかなりの量の高品質の石炭を消費し、したがって燃料効率が良くなかったという事実によるものだった。 1914年に建造された機関車の撤退は1959年から1962年の間に発生し、1925年に建造された5両はすべて1963年から1964年の間に撤退した。ABCDEFGHIJKLMNOP7 回5380053810。 2から8から 0SDJR ファウラー。プリザーブドブリティッシュスティームローコミューティブス。2021年5月21日。閲覧。ありがとうございます。